アムステルダムにあるハイネケンの元工場、現在は博物館になっているハイネケンは、オランダのビール醸造会社及びブランド名。ハイネケンホールディングの主要ブランド。親会社とは別に、単独でユーロネクストアムステルダムに上場している。1863年に、ヘラルド A ハイネケンによって創立され、現在では、世界170カ国以上で販売、アンハイザー、 ブッシュインベブに次ぐ世界第2位のシェアを占める世界的ビール会社。オランダも含めて世界100カ国に醸造工場を持つ。アフリカやアジアなどビール会社に技術指導を行っており、日本のビール会社にも多大な影響を与えている。日本ではキリンビールとの合弁会社、ハイネケンキリン株式会社を通じていくつかのビールが販売されている。 カールスバーグやアンハイザーブッシュの製造するビール、バドワイザーと共に輸入、海外ブランドビールの一つとして認知されており、バーやレストランなどの飲食店でも飲める店が多い。1873年に誕生したラガービール。緑色のボトルで長年世界中で愛飲されている。ギネス、バドワイザーと並ぶ最も有名な銘柄の一つ。さっぱりしており、 ホップがフルーティーでとても飲みやすい。通常のブラウンエール。グリーンボトルより苦みが強く、アルコール度数も高い。現在日本国内で販売しておらず、ヨーロッパ及びアメリカ全土で販売されている。黒ビール黒色で濃厚で少し甘い。金賞を2度受賞。その際、チョコレートリキュールのようなビールだと絶賛されたビール。ハイネケンダークをさらに濃厚にしたビール。 赤色の甘いビールイギリスやアメリカの数千を超えるバーで飲むことができる。ビールテイスト飲料と呼ばれる銘柄。妊娠中の女性やアルコールを控えている男性のために作ったビール。アルコール度数を0.5%に抑えている。2017年3月から発売されたハイネケンブランド発のノンアルコールビール。ノンアルコールでありながらもハイネケン独特のフルーティーで苦味と 甘酸っぱさが再現されている。現在日本国内で販売されている製品は下記の通り、チーム、ドライバー及びサーキットは長期に及び財政的支援をタバコメーカーに依存していた。しかし、タバコ広告の有害性を国際的に批判されたことを受け、相次いでチームはタバコメーカーとの契約を終了した。代わりに資金提供を交渉したのがハイネケンである。 カナダグランプリではハイネケンの看板がロレックスと同じほどにコースを埋め尽くしたが、これに反飲酒団体が苦言を呈している。バーレーングランプリやアゼルバイジャンで行われる2016年ヨーロッパグランプリでは、ほぼ国境といって差し支えない両者のイスラム教信者に配慮してハイネケンの看板は用いられていない。ただし2017年から ウェンユードライブネバードリンクの標語を貼ることを条件に広告が緩和されたグランプリもある。ありがとうございます。